が入ってる。すごい。最高のパーティー。最高のパーティー。パーティー一番。待って、まだ撮ってない？撮ってる。ちょっと。やめてよ。どこ隠してバレる？やめてよ。見ないで。見ないで。見ないよ。今ね、パーティーしてたなのけど。あれね。楽しすぎる。ね、めちゃくちゃ楽しかったパーティーの様子は DVD ブルーレイの特典映像として。ますのでよかったら購入して見てみてほしいなの。あの最高のライブの DVD ね。最高のステージ、最高のライブも見えるし、最高のパーティーも見えまり、すごい最高、おすすめです。はい、というわけで今日はこの万文ダイアリー初の企画をやっていきたいと思います。大丈夫ですか、こんなペロペロですけど。そうなんですよ、割とみんなもう主役っぽい、ね、飲み毛やったんでね。みさこもコーラでペロペロ。そうなんですよ、コーラでね、あのいつゲップが止まらなかった禁断のゲームをね。山口さん言えてた、言えた、違うとこ見にましたね。そんな私たちちょこっと歌ってる状況ですけれども、はい、いつでもみんなの気持ちに寄り添いたい、うん、なのでこの状況でみんなの人生相談に答えていきたいと思います。じゃあ一発目いきますよ。はい、女の子から、うん、29歳、彼氏なし、うん、周りと比べて一人でいつも焦ってます。うん、美佐子さんはそういう時どうしてますか？あの焦ってるっていうことで、めっちゃね、美佐子に聞いて日々思うんですけど、はい、やっぱさ、例えば子供の頃読んだ絵本、うん、最後プリンスが王子様に結婚して幸せになりましたとかさ、やっぱさ、なんつうんだろう、恋愛で幸せになれるみたいなさ、うん、なんかこう作品とかさ、うん、社会の風潮とかさ、うん、多すぎたよね。本当に幼少期から、うん、そういう風に、うん、教育されてきてると、うん、今の日本のステレオタイプがあるから、うん、もうそれを一回天空から見てみて、そう、天空見てみて、うん、でその、うん、今まであった概念を変えるぐらいの勇気が必要かもしれないけど、うん、本当に自分がそれをしたいのかっていうのを一回考えてみてもいいかと感じるっていうね。そうだね、子供なんて私思ったの、そういう時どうしてますかっていうか、多分焦ってないよねっていうことは私は思ったの。焦んない、それはもちろん恋愛が今一番やりたいことだって言うんだったら、まあなんかちょっと今ですとさ、ちょっとなんかそのなんかなんか、なんかマッチングアプリとかだとちょっとさすがにあれかもしれないけど、うん、なんかまあでもその例えば出会いの場とかもさ、いっぱい見つけられはするご時世ではございますので、例えば、まあ、それを目的じゃなかったとしても、なんか趣味でなんか現場がある趣味、うん、始めるとか、うん、そういうのもいいかもしれないけど、でもなんか一回本当にこれはみんなと違って自分だけの心の中で本当にやりたいことなのかっていうのと、なんかただ焦ってるだけじゃないかっていうのと、うんうん、世の中の流れみたいですね。そうそう、周りとかだけって言ってるかな、うん、自分の中でどうか本当は、うん、分からないじゃない。一回考えて、もしいやこれ言うて別に自分は恋愛第一にしたいわけじゃないな、うん、今って言うんだったら、なるべくこれは本当の私の考えじゃないって認識することが大事な気が、うん、人によって人生の彩りとかって絶対違うなって思って、うん、だから他人のカラーがなんか自分にも羨ましいなって思う気持ちはあったとしても、必ず落とし込める色ではないって思うから、自分らしい色を見つけるのが一番のゴールだと思う、人生の中での。それそうだね、そうだから、多分自分が本当にそっちの方に行きたいって一番ワクワクするって思うものだったら、それを追い求めるためだけにまずは努力するでいいと思うし、そうじゃないんだとしたら、もっと自分が一番ワクワクするものをまずは探すっていうところからやるでいいと思う、うんうん、まあ、そうだよね、この例えば旦那さんとか子供とか、 なんかさ奥さんとかがいる世界がね、あの一番ワクワクする可能性だってあるし、うんうん、そうじゃない可能性もあるし、今となってはさ、もう本当に可能性が無限大というか、そうだよ、めっちゃあるのよ、なんか、うん、その例えばこうなんだろう、その年齢、うん、
出してるから気にしてるかもしれないけど、うん、それをねこう過ぎ去ったとしても、なんかその自分の中にある固定概念として、うん、過ぎ去ったとしても、それをどうにかできる可能性すら今生まれてるじゃん、うん、だから、うん、そういろいろありますからね、ちょっとこうなってるところを広げるっていうのはめちゃめちゃ大事だし、万文を見てほしい、はい、お姉さんたちを見てください。本当にやったら周りと比べちゃうときが、でもその周りはもしかしたら思ってる小さな世界観もなくて、一歩外に出たらいろんな考えの方がいるので、うん、自分らしく生きていってください。大丈夫よ、大丈夫。続きまして、はい、こちらの方も年齢なしで男性の方なんですけれども、はい、姉さん方こんにちは。はい、はい、姉さん。40歳で彼女を作りによ、うん、どんな努力をしたらいいでしょう。あー、あのね、おじさんが持ってる方法一個でっかいのが、もうね、確信に迫りますか。もう甘いものを幸せそうに食べる。かわいい、かわいい、かわいいおじだ。かわいいおじ、なんか逆に甘いものを幸せに食べてたら、他があの悪いことさえしてなければ割とそれだけでちょっとこの人可愛いかもって。いや、それ誰に見てもらうの。一人でさ、誰も見てないところでさ、おいちあれだよ、カフェのさ、あの窓際の席に確かに可愛い。運命の人とすれ違うかもしれない。いや、そうだよ。この時間に毎日通るけどみたいな、なんかあの男の人いつもあそこで食べてるの、ニコニコしてパフェ食べてるの。あとね、うん、私の方が最近 X とか、うん、そういうのでネガティブな話題が多いじゃん、うん、おじみたいな言葉が結構よく言われる言葉になっちゃって、あたかも、うん、そのおじが女子に人気ないみたいになってるけど、うん、あれってマジ X 上の話で、うん、身の回りの人に若い子だろうが何歳の人だろうが40歳の彼氏いる人めっちゃいっぱいいるし、なんかそこにとらわれると、あ、自分はもしかしたらその年を取るごとに男性として見られる異性としての魅力とか、まあ、どうせでも何でもいいけど、うん、恋愛対象としての魅力が下がってるのかもって思うのが多分めっちゃ洗脳だから、それも実際は結局何歳だろうが人による。めちゃくちゃさ、顔かっこよくてお金持ってて若くても一個も持っててなくてもいい。確かに、確かに。どんだけ条件が揃っててもそういうのに結局人だもんね。だからね、条件じゃないんだよ。女子でもさ、女の人でも一緒じゃない、そのさ、うん、あの、あなた方の考えを聞きたいけど、うん、やっぱ例えばちっちゃくてあのちょっと幼い顔の子が好きな人もいれば、背が高くて大人びてる人が好きとかさ、うん、あと大人のお姉さんが好きとか、うん、若い子が好きとかいろいろいると思うのよ、うん、そういうのって一緒じゃないって思う、うん、なんかその表示とかいうのもステータスであることも全然あるし、若い時めっちゃおじこんだったもんね。おじしか無理だよねとか言ってもそう、どうせだと思うね。あの余裕があるかとか、うん、人生経験だったりは必ずや積んでるはずだからね。いろんな趣味の人がいるわけで、言っとくけどポン、ハゲでデブなおじさんほど好きです。あとヒゲ生えたらいいね。マジで胸毛もいい、胸毛もいいです。脱毛なかなか見れない。ネガティブに捉える必要がない。自分が思ってるような全然何の問題があるの。何の問題もない。はい、どうぞ。はい、私を大きくなればなるほど、うん、今までのこととかばかりに目を向けがちになってくると思うの、うん、だからもうその、まあ、大きい40歳とかになった時にしようを、うん、そうしようと思うけど、うん、ただ常にやっぱ新しいものを見ていくから、うん、でその周りに興味を持っていくことがすごい大事だと思うから、なんかそのまあ40代ですしってやってないで、うん、なんか例えばあのインスタのストーリーとか見てて、うん、なんかおいいねと思ったらいいねしてみてください。超大事かもな。確かに、ね、なんかこの人からいいね、また来てるなとか思ったらちょっと気になるかもしれない。確かに、いろんな世界を見て、いろんな世界になんかこう自分がいるよっていうのをアプローチしていってもいいかな。確かにね、まず、ね、人に興味を持つ。そうだね、人に興味持つ、まず自分から興味を持つ。ポジティブに周りを見る。いいね、この世界に行きますよ。大丈夫、大丈夫、何で大丈夫なことはないで任せてよ。一番好き。心強い。